じさ、付き合いたいのになかなか告白されないとか、付き合ってるけどなかなかプロポーズしてもらえないって思ってる女子に向けての動画なんですよね。今日はそんな悩める女性に対して、どういうアクションを起こせば男の人が告白したくなるか、プロポーズしたくなるかっていうのをお伝えしていきます。ということで今日はね、女性意見すごい大事になってくると思うので、魅力開花プロデューサーのみことさんに来ていただきました。みことです。お久しぶりです。お久しぶりです前半は好きな人がいるけどまだお付き合いしていないっていう状態の人に向けてのテクニックをお伝えして、後半はもうすでにお付き合いしているけどなかなかプロポーズしてもらえないっていう人に向けてのテクニックをご紹介していきますね。本立てですね。本立てです。お得です。男性からしたら告白ってしたくない人が多いんですよ。なんでですか？僕はしますよ、ちゃんと。けど世の中の男性たちって付き合ってしまったら他の女の人ともうやりとりできなくなっちゃうじゃないですか。っていうのを憂いている男子たちってめっちゃ多いんですよ。なんか女子側から言うと、やっぱりよくあるのが、付き合う前に3回デートしました、4回しました、なんかいい感じなのに決定打がない、これ私から行かないといけないのでもやっぱり女心としては好きだよ、付き合ってって言われたいです、告白されたいですもんね、うん、これね、男の人あんま分かってないんですよ。女の子って、いや男だって好きなんだったら告白してくれよって思ってる人多いと思うんですよ。けどね、女の子って友達に私好きな人に告白されたんだって言いたいんですよね。やっぱり言いたいよ。いくらね、女性が強くなった時代だからと言って、好きな人との間では好きだよとか付き合ってって言われたい、言われたいでしょうし、友達に言うときにね、いや私自分から言ったんだよって、やるじゃん、やるじゃんって、やるじゃんって、それ欲しくない、別に それ欲しくないんですよ。よかったね、告白されたんだ、素敵だねって言われたい。でこれね、実は男性が告白するっていうのは男性側にもメリットがあるんですよ。男の人って告白するでしょ、そしたら告白された側の女の子は周りの友達にね、好きな人に告白されたんだっていうふうに言うわけですよね。そしたら、よかったじゃん、ちゃんと告白する男性素敵っていうふうに、男側の評価がこの周りの友達側で上がるんですよね。間違いないですよ。間違いないじゃないですか。間違いないですよ。会ったことがない相手の友達からの評価が上がってる状態っていうのは、味方が増えてる状態だから、皆さんの恋愛がね、うまくいきやすくなるんですよね。とはいえ男子たちはなかなか告白しないわけですよ。でですよ、これ付き合う前に女子の皆さんが工夫できることっていうのをご紹介していきたいと思うんですが、男の人はどういう時に告白したくなるかっていうと、手放したくないって思った時なんですよね。手放したくない、他の人に取られるかもしれないって思った時に、これは告白しなきゃいけないな、早めにって思うわけですよ。じゃなくて、あ、この人自分のこと好きだなっていうのが分かって、しばらく放置してても絶対他の人のとこ行かねえやって思ったら、告白なんかするメリットないんですよ。そっか、残念ながら。いや、分かっちゃいるけどさじゃあどうすればいいのよ。そう、じゃあどうすればいいのかっていうのは、まず一つ目に、体調が悪い時にめちゃくちゃ心配してあげること、古典的なテクニックですよね、うん、これはまあ古くから言われてることだけど、やっぱり自分が体調を崩した時とかにめちゃくちゃ優しくされたりすると、この人と一緒にいたら自分の生活うまくいきそうだなって思ったりとか、男って普段プライドがあるから弱ってる時ぐらいしか人に甘えられないんですよね。優しくしてくれたら甘えてしまう。そこに母性とか恋愛感情っていうのはいろいろ乗っかってきて、あ、この人と付き合いたいな、大切にしたいな、恩返ししたいなって思うから、告白しようっていう意思がね、やっぱ生まれたりするんですよ。弱ってる時に。コロナウイルスとかで今世の中全体的な景気が下がってたりとかする中、仕事がうまくいってる男子って少ないと思うんですよね、うん、そんな時にね、もう不景気だからこそ頑張れることとか蓄えられることとかってあるから、うん、私応援してるよって言ってくれたりとかすると、もう本当そこ大事だと思います。っていうのが、女子はですね、女子同士の話題では大変だよね、そうだよねっていう共感しがちなんですよ。共感で仲良くなるから、それを男性にもしがちなんですよ。大変なんだよねってポロッと彼が言った時に、そうだよね、大変だよね、あなたも大変、かわいそうかわいそうってやると嬉しくないでしょ。うん、まあなんか共感されても、そんな俺のフィールドわかるかってちょっとなりません？そうなんですよ。いや、なんか何も好転しないなと思うんですよね、うん、今いろいろすげー仕事大変なんだよねって言って、あ、そうなんだ、大丈夫とか心配されても、まあちょっと大変なんだよねってなるだけなんで、大丈夫、今だからこそ得られるものとかってあるから、頑張ろう一緒に、私も手伝うからとかって言われると、あ、なんていい人なんだって思うわけですよ。自分を高めてくれるな、それ大事じゃないですか。めっちゃ大事ですよ。結局自分を高めてくれるとか、この人といるとなんか大丈夫な気がするみたいに、男性側もそういう光を求めてるんですよ、うん、だからもう女性もぜひこういう時こそ女前モードっていうんですか、大丈夫だよ、はい、こういう時もあるけどさ、頑張ろうよ、やれるよ、ピンチはチャンスだ感を持っている女の人ってすごくいいんですよ、うん、自分の仕事を好転させてくれそうな人とか、自分をポジティブにしてくれる女の人っていうのはなかなかいないんですよ。こういう人って辛い時にポジティブにさせてくれる、言葉をくれる人ってなかなかいないから、いたら手放しちゃいけないなと思うわけですよ。他の男の人も欲してるから、話したくないっていう風になるわけですよね。逆に自分めちゃくちゃ調子良くて、なんなら調子乗ってるぐらいの時は、うん、今のそんなところで満足すんのよ、もっといける、もう葉っぱかけてくれたりした方が嬉しかったりするんですよ。確かに確かに、未来を妄想させてくれる女性ってすごくいいですよね。なんで今言ったことって2つで、自分の調子が悪い時にポジティブに変換してくれる人、それと調子がいい時にもっと加速させてくれる人、
これはねもうまさにザ・アゲマンって感じで手放したくなくなる根本的な改善策なんですよね。でこれこんなんで大丈夫って思った人多いと思うんですよ。まさにこれって男の人に根本的に好かれて大切にされて手放したくないって思わせるテクニックではあるんですけども、その程度じゃ告白してくれないんじゃないのっていうふうに思われた方多いと思うんですけども、それでいいんですよ。男の人だって本当に心の底から手放したくないなって思わないと告白しないですからね。遠回りに思えるかもしれないんですけども、これが本質的で一歩一歩着実に前進できる方法なんで、ぜひ試してみてもらいたいんですよね。で今まで話したのはもう全然脈がないただの友達っていうところから告白してもらうっていうところにつなげる方法なんですけども、ここからは常に脈ありの相手がなかなか告白してこないっていう悩みを持ってる女子って多いと思うんですよ。ありますよね。なんかデートを重ねていい感じなんだけど決定打がないみたいな、どういう関係っていう。そうなんですよ。告白しなかったからカップルにならなかったっていう男女はねあまりにも多すぎるんで、もったいないから我々から一個ずつねおすすめのフレーズっていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、ではまず一つ目どうぞ。そろそろ彼女欲しいでしょで、そろそろ彼女欲しいでしょ。これって言うシチュエーション絶対大事ですよね。大事。ちょっと実演してみましょうか。いい感じのまあカフェとかでも脈あり同士なのでいい雰囲気になってます。デートの終わり際ってことですね。終わり際、はい、魚影が楽しかったね。いやマジ良かった。でもご飯も美味しかったし、なんか本当ありがとうね、いつも。いやだからこっちも逆にこっちが楽しませてもらってるみたいな感じだからね。なんか今度遊園地とか行きたいね。あ、行こう。なんかディズニーとか全然行ってないから。本当、ね、耳とかつけちゃう。え、つけようつけよう。そろそろさ彼女欲しいでしょ。あ、まあそうね。でそうね、分かった、じゃあ付き合おうか。どうしよっかな。嘘はい、彼女になりますって感じです。お互い脈あり同士なんで普通にありえるんですよ。そう案外こういう話っていうのをどっちかが切り出したら付き合う方向に収束していくんですよね。そう、きっかけがないだけなので、うん、そのきっかけは女の子から作るっていうのは全然ありですよ。女の子からしたらね、私が告白してるのとほぼ一緒じゃんって思うかもしれないんですけど、別にそれでもよくて、男がそのままスルーするようだったらあまりにも判断力がないやつだっていう風にね皆さん思ってもらって大丈夫なんですよ。そこでこう決定打を見せてくれるっていうのは男らしさですよね。ということと、私からもね、はい、お伝えしたいフレーズがあるんですけども、自分がされたら嬉しいっていう目線全開でいくと、もう待てないから告白してって言われたいです。めっちゃストレートですね。めちゃくちゃストレートなんだけど、これねとある条件を満たせばめちゃくちゃ有効だになるはずなんですよ。これどういう状況がいいかっていうと、いい感じのデートした後っていう条件は一緒なんだけど、はい、その後に今までわちゃわちゃとにこやかに話してたのに急に大人のちょっと色っぽい真面目な表情になって、その状態でめちゃくちゃ接近してきて顔と顔当たるんじゃないかぐらい近づけてきてる状態で、もう待てないから告白してってちょっとつぶらな瞳で言われたら、もうねちょっと無理、絶対告白するっす。絶対する。逆でもありです。いやそうっすよね。これ何がいいかって、これね男の人がイメージしやすい言い方をすると、普段面白いとか明るいなってよく笑うなっていうタイプの女の子が急にみんなでカラオケに行った時にバラードを歌ったら、えちょっとキュンとしちゃう、このギャップ萌えみたいなのって確かにあったりするって感じる男子ね多いと思うんですけども、それを告白の時に演出してもらいたいんですよね。あれ急に雰囲気変わった、すごい真剣なモードになってる、そもそもこの子と一緒にいて楽しい上に真剣な表情で、色気が出る人は色気を出してもらって、出ない人はつぶらな瞳で攻めてきてもらって、もう待てないから告白してって言われたら本当にマジでドキッとするんで、それを告白しちゃうっていうことになっちゃいますよね。女目線でも男性にそんな風に言われたいです。男性の場合は告白してじゃなくて、もう待てないから付き合おうみたいな。まあね、多分年下の男の子とかだったら、で皆さんが年上の女子だったとしたら、このままじゃ嫌だから付き合ってほしいみたいなことを同じような雰囲気で言うとやっぱり強いですよね。いつもおちゃらけてるとか恋愛モードじゃない女子にこそそれは使ってほしいです、うん、ギャップ萌えっていうのはやっぱり強いです、恋愛において。まだ付き合っていない人たちに対してのテクニックはこんな感じなんですけども、はい、もうすでに付き合っていてなかなかプロポーズされない、結婚したいけどなかなかできないんだって思っている女の人ってめちゃくちゃ多いはずなんですよ。すごい日本の負だと思ってて、同棲するけどもう5年6年付き合って結局彼氏に捨てられましたって嘆いてる女子多すぎるんですよ。これ結構悲惨じゃないですか。でここからはできるだけ相手にプロポーズモードにさせていくっていうね、本質的な方法みたいなのを皆さんにお伝えしていくんですけども、これは3ステップあります。まずお相手の友達に会う状況を作ってみてください。でその上で皆さんは髪型もプロにスタイリングしてもらっても構わないです。服装もいつもよりおしゃれをしてもらいたいんですよね。ということで見た目的なおしゃれ度を上げるっていう状態でその場に行ってください。で3つ目が、自分の好きな人以外の友達に対して最高の愛嬌を振りまいてください。彼氏に対して愛嬌を振りまく必要は全然なくて、彼氏の周りの人たちに気に入られるっていう活動をしてもらいたいなと思ってるんですよね。そしたらまず見た目からいつもねおろしてる人だったらちょっとアップにしてみたりとか、
ちょっと巻いてみたりとか、服装もいつも地味な格好してるんだったらちょっと色のあるものを入れてみたりとかして、あってなんかいつもと雰囲気違うなって思った時に、自分の周りの友達にすごい可愛いじゃんとかって言われてる姿とかを見ると、この人ってほっといたらこうやって初対面の人にこういう受け方するんだなっていうのを目の当たりにすると、男の人はね手放しちゃいけないんだなっていう感覚が強くなったりするんですよね。確かに同棲すると素の姿っていうか、すっぴんとかお風呂上がりのヘアバンド姿とか見ちゃうじゃないですか。ってなると本当は素敵な女性なのに、その価値を男性自身が分かんなくなっちゃうから、それを再確認させてあげるっていう優しさですよ。慣れちゃうんすよね。ね、慣れちゃう。相手の魅力に慣れちゃうんだけど、その魅力って初対面の人にぶち込んだ時に結構価値があるんだよっていうのを分からせてあげると、繋ぎ止めておかないといけないんだなっていうふうに思わせることができるから、だからこのステップ2で見た目本気出してほしい。で、これがすごく本質的にこの人を繋ぎ止めないといけないんだなっていう意識が生まれるから、プロポーズに少しずつ近づいていったりするわけですよ。で、実際言わせるっていうテクニックっていうのはすごく難しくて、皆さんの状況次第なんですけども、親を呼んできてね、親にお前どういうつもりなんだって言わせるのが案外古典的で良かったりもするんですけど、そこはね、女が見ながら進めていってもらいたいところなんですけどね。全員に言えることは、とにかく相手の周りにいる人たちにめちゃくちゃ気に入られるっていうことが大事ですよっていうことですね。見た目本気出すっていうのは本当にいいと思っていて、やっぱり第一印象見た目じゃないですか。だから彼のお友達に好印象持ってもらうのはまず見た目ですよ。それは絶世の美女になるとかじゃなくて、似合う服を着てちょっと地味だったら少し華やかにするとか、イヤリングつけてみるとかね、女性っていろんな工夫ができるので、それを楽しみながらぜひやってみてください。今日の動画はなかなかね、私の場合はこのパターン当てはまらないんじゃないかなって思う人もねいるかもしれないですよ。なんでできるだけ、ね、たくさんコメントを目を通させてもらいたいんで、皆さんのコメント状況ね、悩みがあればぜひ聞かせてくださいね。ということで今日はね、みことさんにお付き合いいただきましたけど、みことさんはねこういうモテ本を、女子向けのモテ本をですね書かれてるんで、モテ証券気をつけてって書かれてるんで、はい、まあ概要欄にリンク貼っときますね。あったら遊びに来てください、ブログにも。ブログのリンクもちゃんと貼らせていただくんで、皆さん見てくださいね、はい、ということでまた次回も会いましょうね。みことさんもまた来てください。あ、また行きます。私 YouTube 始めます。あ、また全然何も決まってないんですけどということでまた次回も会いましょうね。アディダス。アディダス。